2ヶ月で無職です。爽やかなお茶だな。私は死ぬから。コーナー行きましょうか。果てのない宇宙と同じくらい僕らの可能性とやらももしかしたら果てしないんじゃないかって君は言うけど、あとどのくらい悔しい思いをすれば済むんだろう、時に嘆いてしまう今この瞬間にかける準備はいいかい、時の声を上げろ、誰もが今を主役なんだ、まるで
やばいやばいやばい、すごい。やばい